平民最小は、ヘンリー・コルカーが監督し、ジョージ・アーリスが主演した1921年のアメリカ合衆国のサイレント映画、歴史映画。主演のアーリスによる、ベンジャミン・ディズレイリに奮した演技を軸とした映画である。アーリスは、1911年に、舞台、ディズレイリで、同じ役を演じていた。アーリスはまた、1929年のバイタフォンによる、音声付き映画、 ディズレーリでも再びこの役を演じた。同じ劇曲に基づくイギリスの映画ディズレーリはいち早く1916年に原作者ルイス・ナポレオン・パーカーの許可を得て制作されていた。この作品は当時まだブロードウェイの舞台でこの役を演じていたアーリスを激怒させ、これを契機にアーリスは原作者パーカーから映画化に関わるすべての権利を買い取った。 この映画は、アーリースの努力と、パーカーに対して抱いていたフラストレーションから生まれた、ものであった。この映画は、silentera.com によれば、ジョージ・イーストマンハウスに保存されている一巻を除けば、現存していないとされる。国際フィルムアーカイブ連盟のデータベースや、アメリカ議会図書館のサイレント映画データベースによれば、全巻揃ったコピーが、 ロシアのモスクワにあるゴスフィルムフォンドとベルギー王立シネマテークに存在するとされているディズレイリと仇役トラバース夫人。清掃したディズレイリに噴したアーリス。ありがとうございます。